今日はみんな大好き唐揚げを作りました。サクサクで美味しいので作り方を紹介します。どうもケイです。まず鶏もも肉を食べやすい大きさに切ります。切れたらボウルに入れます。そしたらボウルに醤油、酒、みりん、生姜、にんにくを入れてよく揉み込みます。よく揉み込めたら15分漬け込んでいきます。旦那は濃い味の唐揚げが好きなので今回は1時間漬け込みました。次に片栗粉をつけていきます。そしたら揚げていきます。170度の油で途中上下をひっくり返しながら4分揚げます。最後に火を止めて1分揚げます。そしたら盛り付けて完成です。皆さんの下味の調味料でおすすめのものがあればぜひ教えてください。サクサクジューシーで美味しいのでぜひ作ってみてね。材料はコメント欄から。